までに奴らを捕らえるつもりだったんだが、意外にやるな。お前、もっぱじめが来たぜ。マルト、流しとかいって奴を渡せ。まだ目覚めたばかりで本調子やねえはずだ。今この時が最初で最後のチャンスだと思え。できる時間はそう長くはねえ。分かってる。さっさと決めんぜ、クラマ。ここで俺たちを止めようが無意味。この世界でもがいても価値はない。この世界に希望などどこにもないと申し入れ。油断すんなよ、アッサン。よ、逆に聞きてえもんだぜ。奴の前に油断できる時をよ。もっともの意見だ、チェゲラッチョ。所詮無力な忍びだ。お前も、いや、誰でもいずれ俺のようになる。俺はおめえのようにはならねえ。俺がなりてえのは火影だ。しぶとい奴らだ。十尾の力は温存したかったが、やむを得まい。
よせナルト。この状況で影分身は意味がない。所詮は烏合の衆。これでもう烏合の衆じゃねえ。今ここにあるのは忍び連合軍の術だ。てめえらはこの術でぶっ倒す。この世界は終わらせる。本部より連合軍に通達。おのおのここが勝負の時だ。事前に伝えた作戦を遂行し、十尾を追い込め。行くってばよ、みんな。ドトン大地同格。今こそお前の言う忍び連合軍の術だってばよ。これで終わりなどと勘違いしているわけではあるまいな。頭を狙うか、まるでお前が考えそうな策だな。で、今からでは逃げ切れない。どうする？やるべきことを最後までやるだけだ。命、戦場のみんなとつなげてくれ。みんな、聞いてくれ。基本だな。で、次はどうする？続きだ。奴らに絶望を教える。丁寧にな。オクトン刺し木の術。
ためなら死ぬ。だからお前の命は一つじゃない。どうやら俺の命もその一つに入っていたようだ。なんで、なんでお前がこんなことで、どうして俺にそこまで。お前に。仲間は殺させないんじゃなかったのか。これからこれが続く。お前の軽い言葉も理念も全て偽りになる。ナルト、この現実に何がある。現実にいる必要がどこにある。いい加減こっちへ来い。ネジ兄さんが言った、ナルト君の命は一つじゃないって意味わかる。仲間は絶対殺させない。その言葉も信念も偽りじゃない。それを胸にちゃんとやってのけたの。ネジ兄さんはナルト君だけじゃない。皆がそうやってその言葉、思いと同じものを胸にお互いに命をつなぎ合って、だから仲間なの。その言葉と思いをみんなが諦め捨ててしまったら、ネジ兄さんがしたことも無駄になる。それこそ本当に仲間を殺すことになる。だから私と一緒に立とう、ナルト君。まっすぐ自分の言葉は曲げない。私もそれが人道だから。そうなんだな。父ちゃんと母ちゃんだけじゃねえ。俺の命は一つじゃねえ。ひなだ、ありがとう。お前が俺の横にいてくれたおかげだ。もういい。見ててくれ。行くぞ、ひなた。あれは九尾チャクラ。ほう、ナルトのガキめ、キュービチャクラを渡すことができるのか。今さらそのようなことをやったところで。影分身の術。いいことを教えてやる。
上がりが今の俺を作ったのだ。それは強い呪いであることを知っておけ。違って俺は繋がってたもんを切りたかねえし、切られたくもねえんだよ。やはり貴様は幼稚だ。仲間の死の痛みを繋がりとのたまうなら、仲間を守る必要もないはず。そういうこと言ってんじゃねえんだよ、ヘリクツバカ。仲間とのことならどんだけ痛くても我慢するっつってんだ。それを捨てたくねえって言ってんだ。わがままかもしんねえけど、ここに仲間がいねえのが一番痛えんだよ、俺は。以上。で、それが何だというのだ。何？こうして俺たちを引きずり落としたことは褒めてやる。よくやった。結局は何も変わらない。むしろ厄介なものになったかもしれない。唯一つながっていた俺と十尾を切るからだ。抑えが効かんぞ。十尾を今度こそ消す。それは俺も同じだ。だぞ、こっちを頼む。さあ、俺からだぞ、楽しい。